空港来てますよ。回しましょ。毎秒回せー。ただ回すのもあれなんで、緑装備縛りで行きましょ。何それ楽しそう。ガジェットも武器も防具も緑だぞ。難易度はノーマルですか？マップが空港ですし、EX 余裕ですよ。そうだよ。当たり前だよな。とんでもねえ奴らと同じ時代に生まれちまった。過ぎたし、うましくはエピックですぞ。さすがに許してください。はよ、顔出しはよ。僕のアイデンティティがなくなるのでダメです。こんな感じで今回は日常プレイをお届けしていきます。初見です。初見。デバさんどうします？重箱ついてるから余裕。問題は属性ワンダラーぞ。せめてトラップ系使えれば、今からでも青解放しません。それはもうミスター X がやってるぞ。化け物だ。さて、ゆっくり防衛の準備しましょ。素材回収大事。何言ってるんだ二人とも。決まってるじゃないか。即、起、動。やめてください、死んでしまいます。いけるって絶対。それは4人集まったらにしましょう。1ウェーブは耐えれそうなので問題はその後ですね。最悪例打ちましょう。ちょ、敵硬すぎて死なないんだが。バックスタブじゃなきゃ削れねえですね。誰だよ EX 余裕とか言ったの。ミスター X 氏では？防衛どうしましょう。鉄やグラで固める感じで、あとは酸素補給ユニット置けばいいです。マップに1つしか置けないから気をつけろ。さっきのマッチで2つ置いた馬がいるそうなのですが。それは言わないよ約束。2つ目置くと最初の1つ消えちゃうからね。皆さんも裸緑縛りで空港 EX 行くときは気をつけましょう。誰も行かない気がする。準備完了です。こっちも OK。こちらも OK。加速は1回で同じアス。最初は疑似エグレネードで余裕なので9番稼ぎましょう。毎秒稼げ。それじゃあ起動しますよ。滑走路側は任せてください。ボスは絶対倒せないので放置ですかな。さすがに無理ぞ。属性ワンダラー用に弾丸は残しとけ。グレネード素材持ち込みましたので尽きた方は補充してください。サンキュ。ちなみに空気砲の素材持ち込んだりしてない。それ縛りの意味ないじゃないですか。やだ。なんか弾丸少ないなぁと思ったらポーチないんだった。聞くぜよ。グリム弾も当然禁止なので相当敵が硬いです。不便を楽しむんやで。ババ抜きで手札見えたらつまらんやろ。ただの数合わせゲームになっちゃうわら。FBI の投資能力者はババ抜きつまらなそう。確かにそうですね。けど、利点もあるんやで。スカートの中身放題や。なんだと。属性ワンダラーブレで死なないです。殴ってあげてください。武器も緑だからダメージガガガ。これは食事ドーピング必須ですね。あんま殴ると耐久値減るから気をつけー。先ほどのマッチは火炎瓶を採用していましたが、ダメージがサウナ程度なのでやめました。ちょっと汗が出るかな。程度のダメージ。むしろ健康になって活発になりそうだな。囲まれた。ヘレン氏助けて。自分で何とかしてください。ひどい、悪魔、人殺し、ガンダム。俺がガンダムだ。杉田さん逃げて。ここは任せました。我々で防衛するので杉田さんは、食らう者倒してください。馬ですよ、食らわれちゃう。チーターはシマウマも狩るそうですよ。チーターに殺される杉田氏。馬は食物連鎖の頂点です。あと、杉田よな。あ、やばい。X 氏が死んだ？この人でなし、蘇生行きます。あ、我が行くよ。誰でもいいから助けてや。ヘレンさんが向かいました。俺はもうダメだ。諦めるな、こんなところで死ぬな。お前らと過ごした少しの間、楽しかったぜ。ミスター X。最後にこれを、ふるさとの彼女に渡してくれ。彼女いたの？あ、帰ったら結婚する予定だったんだ。は、リア充かよしねよ。なんか向こう楽しそう。あと少しで終わりだ。杉田さん、ツッコミすぎ。あ、そういえば裸で防御力が皆無だった。あれはもう助からんですね。ひでぶ。杉田さんが死んだ？この人でなし。杉田さんが、わら、ツッコミ杉田、わら。もうすぐウェーブ終わるんでそうしたら助けましょう。はいはい、今行きますよ。アマゾンギフト券1万円分出て応答？高い、蘇生代が高い。そりゃ生き返るわけですからね。ザオリクですよ。そうだよ。それか杉田さんの馬刺しください。誰が馬刺しや。2ウェーブ始まるぞ。デバは任せました。さっきヘレン氏が準備してました。任せろ任せろ。やっぱ怖いから援護求む。ミスター X 加速は任せました。ラジェ、私もヘレンさんの倒し方見たかった。毎秒見て。毎秒見回す。来るぞ来るぞ。来た。杉田氏どんな感じ？屋根で迫撃砲構えてます。まだです。ここは待つべし。あそこのクレイモアまでおびき寄せるんじゃ。おお、なるほど。重爆がここで生きてくるわけですね。見てろ見てろ。あれ、なんかヘレンさん狙われてね。いや、攻撃してくるなんて聞いてない。どうやら着地と同時にクレイモアで吹き飛ばす設定が、着地場所が悪くクレイモアが反応しなかった模様。うわー。あ、けどデバさんは倒せましたね。蘇生はよ。汚ねえ花火だ。いやでも全然削れんのう。これは3ウェーブピンチな予感。そういえばファイナルウェーブどうするんですかこれ。デコイでなんとかなるって、多分。不安だな、グレネードボーイ。余らせとけ、何かあったら困るで。迫撃砲も持ってきたけど使う暇ないかもですね。デバに使え。内部に侵入されかけてます。やばいぞやばいぞ。一度崩壊したら全部崩れるぞ。武器の耐久がもうないのでダメージがガガ。
デコイ殴らせて時間稼ぎです。くらえあんまり殴らない方がいいかと。囲まれました。言わんこっちゃない。大丈夫、攻撃し続ければノックバックするから。攻撃され続けてます、大使。あ、逃げた。同時くらいにワークしましたわ。これ現実だったら二人重なるってヤバくないですか。確かに、なんかグロいですね。体は人間で頭は馬になりそう。それ元からです。2ウェーブ終わるぞ。結構ギリギリですね。これ3ウェーブまで持つか。そんな皆さんに朗報です。鉄が足りなくなりそうです。まるで太平洋戦争中の日本じゃないですか。変にリアル。鉄やブラ作れないかな。一応手持ちに数個あるから頑張れるんや。手場は任せんしゃい。あ、すいません、私加速するんで動画には収められないです。せっかくワンパンしたんですけど。すごかったぞ。X 氏のクレイモア。汚い花火です。この数はヤバめですね。今更ですが、作戦とかあれば教えてください。キルゼムオール。皆殺し。イエスサー。隊長、トラッカーが硬すぎて倒せません。どうすればいいですか？死ぬまで撃て。アイアイサー。隊長、隊長が死にました。どうすればいいですか？俺ごとで構わん殺せ。ラジャー、隊長、突破されそうです。どうしたらいいですか？死んでも守り抜け。さっきからこの軍隊スパルタだな。いや、マジでヤバいピンチ。例の出番かな。当たらない角度です。リロード遅くて軽いストレス。無限バンダナ実装派よ。ステルス迷彩はあるんですけどね。超ピンチ。めちゃめちゃ攻め込まれましたね。いっそげー。消耗戦になってきましたね。加速はできそうにないです。ボマーさんが爆発しそうです。レイさんは役に立ってない模様。所詮、水鉄砲。すぐに戻るので少々お待ちを。敵前逃亡かな。いや、サイドミッションでちょうど終わるんちゃいます。お、ナイス判断。なお急がないと採掘機が持たない模様。はい、急ぎます。馬なんですからもっと早く、ディープインパクトには程遠いですよ。あいつは化け物なんです。これで終わりだ。あれ、これで終わりだ。ラグいな、それ。ナイス、戻れ戻れ、ファイナルウェーブが始まるぞ。主にデコイを置くだけ、一番楽なまでありますね。ついにここまで来ましたね。長く苦しい戦いだった。準備完了です。頑張りましょ。なんかめちゃくちゃ登ってくるんですが、ヘレンさん助けて。デコイの認識範囲が甘えっぽい。もう一つ置いとけばOK。援護規定。あざす。いえいえ、これで完封やで。お礼に宣伝。概要欄にヘレンさん視点も載せてあるので見てください。ノーカットだから見やすいぞ。ちょくちょくワンダラーが登ってますね。ベッド倒してあげましょう。気合最強。あ、前通ります。スギータさん危ない。あ、当たった。うわあっちい。一発までなら誤射です。腕に矢が刺さってるんですが。あと少し。もう勝ち確定やで。ついに。3。2。1。やったぜ。目標達成ですね。これでようやく眠れる。何言ってるんだ二人とも。次は廃校 EX やぞ。無理でー。